エネルギーが必要だ。 妙なことが起きている。ネイリルが近くにいるはずだ。
エネルギーが切れた。なぜ助けようとする？実に単純なことだ。お前はリリスを阻止しようとし、我はその成功を望んでいる。だが、ホラドリムのやり方ではいかん。終末は常に炎と死と共にある。恐怖の帝王ディアブロを地中に封じ込め、そのそばに作り上げたちっぽけな町だ。お前が見ているのはその稀の果てだ。我にとってはリリスが存在せぬ世界が望ましい。奴の反乱ごっこは混沌を生むだけ。お前もあれがもたらす被害を原始で見ただろう。お前はリリスの血を飲まされた。その影響を感じるか。今は感じなくて、奴がお前の世界を闊歩している限り、その変容は時間の問題。
またホラドリムの幻影か。一緒にいた時もそうだったけど、今回も迷っちゃったみたい。宝物庫への道はここで終わってるから、この森の中のどこかにあるはず。まだ無理だ。そうは幻影の元だったってことか。あとちょっとよ。エネルギーが切れた。予想とは違うけど、希望は捨てないことね。一冊の本、一つの呪文さえあれば、暗黒の湖を渡ってリリスを止められる。閉められてる。あの通路どう？
ネルギーが少ない。ドリムの暗号で書かれてるみたい。それにほら、扉にも同じ印が。思いついた。少し下がった方がいいかも。ジャスピスチャート。行きましょう。もしいたら。ねえ、ちょっと待ってよ。同じ封印ね。簡単に破れそう。でもなんでここで使われてるの？確かめてみよう。何があってもリリスの追跡は邪魔させないからね。私が扉を開く。二手に分かれればその分早く片付けられる。扉のこちら側にいるんだ。分かった。何を探せばいい？わからないの？本や巻物、暗黒の湖を渡るのに役立ちそうなものなら何でもいい。チェスピスチャート。エネルギーが切れた。
間がいる。まだ無理だ。エネルギーが足りない。まだ無理だ。
考え。
そっちはどう？何かあった？なるほどね。これホラドリムが書いた本よ。ネクロマンサーの始祖であるラズマの呪文と理論を記録している。これは探しているものとは違う。でも役に立つかも。この本には母さんを蘇らせる呪文が載ってるはず。母さんなら暗黒の湖を渡るための儀式を教えてくれる。そんなことをして大丈夫か？それしかないわ。母さんが助けてくれるはずよ。下で待ってる。